2024年3月1日オープン戦。この日3番ショートでスタメン出場した小園選手はソロ本塁打含む猛打ショートを暴れ、オープン戦の打率も6割超えと絶好調だね。今季とてつもない成績を残し予感化するわい。そんな小園選手に期待する声はすごく増えてるよ。小園は春先がダメだっただけで、夏以降は毎年首位打者レベルの打撃をしてる。春先も打つもんならもう首位打者待ったなしよ。小園すげえ触れてるな。シーズンにとっておいてほしいくらい打ってる。これは期待しかないわ。やっぱり天才なんよな。毎年これなら侍のショート確定レベル。打てるショートはやっぱりかっこいいよね。去年の夏からずっと好調やね。正直西川の穴は小園で埋まったと思う。小園が離脱したらもう誰も埋められないレベル。これだけ打ってるともう期待値がとんでもないことになるね。首位打者取ってほしいな。侍ジャパンでも活躍して本当の飛躍の年になるんじゃないかな。ということで、小園選手の活躍に対するファンの反応でした。